オーディオドラマ、ジュジュ散歩。立川。ついに来たわね、立川。おお、ここが立川。ルミネも伊勢丹も高島屋もある。ここはもう新宿で。こんな近くに新宿があるとはな。立川な。ビッグカメラもマックも無印もあるわ。新宿そのものよ。映画館もモノレールもラーメンスクエアもあるぞ。本物の新宿より新宿だろ。だから立川だっつってんだろ。嫌だ嫌だ、また細かいことでネチネチ言って。全然細かいとこじゃねえだろ。ん？あれ？何をキョロキョロして。え？いや、でも違うか。いや、やっぱ。だから何なのよ、イライラするわね。そういうのいいからさっさと言え。いや、なんかここ仙台に似てんなと思って。は？やっぱ仙台だわここ。あんた目大丈夫？仙台って言ったら森の都でしょ。新宿のどこに森の都感あんのよ。だから立川な。いや、仙台も駅前は森の都感ゼロなんだけど。ていうか釘崎、仙台行ったことねえの？近いんだろ？全然近くねえし、東北ひとくくりにすんな。盛岡出るのに4時間かかるっつってたよな。悪かったな、クソ田舎で。っていうか虎杖、この新宿のどこがどう仙台なのか説明しなさいよ。違ってたらただじゃ置かないわよ、私の仙台ディスりやがって。お前仙台にどんなイメージ抱いてんの？だから森の都だって。森の都は緑がいっぱいで綺麗な川とか流れてんのよ。私の仙台とこんなコンクリートジャングルを一緒にしないでくれる？さっきまでそのコンクリートジャングルにご満悦だったじゃん。でも確かに仙台っぽいな、ここ。はあ？伏黒まで適当なこと言ってんじゃないわよ。え、あんた仙台行ったことあるわけ？任務でな、そん時こいつと会ったし。仙台行ったからってカット感出してんじゃねえよ。出してねえよ。でもさ、この駅出たらなんか2階になってる感じとか仙台だよな。コンコースな。それだけ？じゃあルミネは？え？ないけど。伊勢丹と高島屋は？ねえな。ほら、全然違うじゃん。確かに違うけど、いいのそれで。いいのよ。ということで、はい、結論、新宿と仙台は全然違うってことでいいわね。だから立川な。じゃあ見てみろよ、これ。何？ストリートビュー？ここじゃん。いや、仙台だろこれ。懐かしい。仙台の駅前。え、嘘でしょ、ほとんどここじゃん。だからずっと言ってんじゃん、仙台と似てるって。え、だって仙台は森の都でしょ。緑がいっぱいあって川が流れてて。だから駅前は森の都感ゼロだって。いや、そもそも仙台は街全体が緑に包まれる姿から森の都って言われてたけど、空襲の被害で緑は全部消失しちまったらしいぞ。だからお前のイメージの森の都はもう存在しねえな。誰がそんなこと言ってんのよ。どうせどっかの誰かのブログとかでしょ。仙台市のホームページだよ。確かに緑がたくさんあんのって街全体ってより、青葉通りとか西公園とかだもんな。なんで新宿来て仙台のイメージぶっ壊されちゃうわけ？意味わかんない。だから新宿じゃなくて立川な。せっかく新宿来たのに、買い物する気もご飯食べる気も映画見る気も全部失せたわ。もう帰る。え、来たばっかじゃん。ていうか駅出て数メートルしか歩いてねえぞ。散歩すんじゃなかったのかよ。あんたが全ての元凶でしょうが。新宿が仙台に似てるとか言い出すから。立川。いや、ちょっと似てるなって言っただけじゃん。それに食いついてきたのはお前だろ。私の仙台返せ。あと新宿でのショッピングとランチとムービーも返せ。いや、だからそれは今からやればいいじゃん。せっかく新宿来たんだし。だから立川だっつってんだろうが、失礼なバカ。なんであんたが一番キレてんの？オーディオドラマ、ジュジュ散歩。